本日は5月の18日ですね、土曜日ですけども、これ最初に牛久水系に行ってきたんですけど、ちょっと操作を誤りましてですね、音声をオフにしてしまいまして、で全く今音声が、入っていないような状態で、ちょっとまあそれを埋め合わせるためにですね、ナレーションを入れるというようなことをしております。で、牛久はね、最初の場面で10秒ぐらい出てきただけで、もうすでに撃沈を、牛久撃沈、牛久でもうノーバイトの猛攻に遭いまして、完全に心が折れまして、霞水系に移動して、で今もう霞水系に浮いてるところで、で今すでに魚がヒットしましたね。これ浮き始めたのが多分4時半ぐらいかなだと思うんですけど、牛久で3時近くまで粘って、で最後にこのまま牛久で撃沈するのも一つなんですけども、やはりですね、この貴重な週末をですね、ノーバイトで終わらせるのも、ノーバイトで終わる危険が非常に高かったので、霞水系に移動しまして、でもうエントリーしてですね、30分ぐらいで最初のバイトを得られたと。でちょっとね、風の、その予報っていうんですかね、ウィンディっていうスマホのアプリがあるんですけど、それで見たところ結構ね、この辺りの風速っていうのが、5メートルぐらいあるんじゃないかっていうことで、かなりちょっと苦戦を予想したんですけどね、なんとか受けるぐらいの風でですね、で早々にこうやってバイトもあって、で今ファイトを堪能しているところなんですが、残念、バレてしまいました。結構ねサイズ的にもそんな悪くなかったと思うんで、で気を取り直してまたキャストをし直して、でもう本当にですね、これバラしてすぐ、もう10メーターとかね、そのぐらいしか多分進んでないと思うんですけど、でまあこうやって、足際に投げてポコポコと、で今使ってるフライはヘアバグなんですけど、まああんな感じで魚が出まして、ジャンプまでして景気いいですね。でちょっとね、バイトのその出方っていうのが、なんか突き上げるようなですね、その吸い込むようなバイトじゃなくて、ちょっとバレやすい食い方だなっていうのが最初のまずバラシでありまして、でこの2回目のヒットでも、同じような出方だったんで、またなんかバレるんじゃないかなって思って、もうできるだけ早くランディングしたいと。でもう魚が寄ってきたところで手を出してですね、もう掴んでやろうというところでバレてしまいました。あえてしてですね、ちょっと慌てへてランディングしようとすると、こういう風にバレてしまうことが多いですね。でこれもですね、その先ほどのバラシから大して離れてない場所で、でまた同じように、岸際に投げてですね、ポコ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 、バスバグをアクションさせていますと、またこんな感じで出たんですけど、これね、ちょっと予想にしててですね、フッティング意識的にできなかったんでバレちゃったって、情けないパターンでしたけどね。でちょっとしばらくですね、当たりが遠のいて、でまたちょっと少し離れたところなんですけど、岸沿いに杭がですね、等間隔に入ってて、で杭のちょうど沖側っていうんですかね、そっちの方に板が入ってて、でその杭の内側の方がちょっと浅くなってて、どうもね、スポーニング絡みの魚がよくつく
ポイントなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういったところで、でちょっと岸のえぐれがあるようなちょっとまあちっちゃな本当にワンドになっているようなくぼみのようなところがあると、まあ、そういうところに結構高確率にバスがついているようなポイントなんですけども、で使ってるフライは相変わらずバスバグですね。いろいろまあポッパーだとかですね、あとまあちょっとミノモロヒみたいなのも投げたりしたんですけど、まあ、なんだろうな、ちょっと、まあ、感覚的なことなんですけども、まあ、水への絡み方とかどうもバスバグが一番どうも、ね、魚に対してアピールしてるんじゃないかっていうような気がしたんで、で実際にまあバスバグにですね、まあ、バラシとはいえ何度も反応があったんで、そのまんまバスバグをまあ結び続けつつ、ちょっと飽きるとまあポッパーに変えたりだとかもしてたんですけど、いまいちポッパーとかにちょっと反応がなかったんで、まあバスバグが今日は良かったのかなという気がします。まあ、ちょっとこれはなかなか、あ、出ましたなかなかいい出方だったですね。ただね、これもね、結構出方いいように見えるんですけど、かかりはね、結構浅くて、あの口のまあ外側だとか、かかってても、もう本当になんか下顎だとかですね、いかにもバレそうな位置に、あのフッキングしてて、もう本当にヒヤヒヤもんでですね、まあ、最初のあの荷ばらしはリールファイトをしてたんですけど、そんな余裕がなくて、もう何とかしてライディングしてやろうと、もあのラインを持ってですね、ラインをたぐってファイトしてるっていうような状況ですね。まあ、サイズ的にも見た感じスコード悪そうではないし、でちょうどフローターの、まあ、下の方に入ってきて、まあなんだろう、このフローターのあの先っちょのところに沿ってうまいことですね、口を開けてくれたんで、もうすかさずランディングしてなんとキャッチしたっていうバスですね。結構背びれが立ってね、かっこいいですよね。あの尾びれも発達してて、いかにも気の強そうなバスですけども、でサイズ一応測ったらまあ38センチでなかなかいいんじゃないでしょうか。このくらいの方が釣れると本当面白いですよ。これはまあバラシですね。結構ね当たりも多くてチャンス多かったんですけど、もうちょっとね確実にあのフィッキングできてればなお良しだったんですけどね。まあそこら辺は、まあ、私の腕がこれはですね、今あのヒットしましたけども、あの完全によそ見してて、あの普通にフライピックアップしようとしたらなんかそれが偶然フィッキングになってしまったっていうね、間抜けな、あの本当に間抜けな釣れ方なんですが、ただねなぜかあのフッキングの方はしっかりできたようで、まあ今ファイト中でどうなるかっていうところではありますが、ジャンプされると本当バレそうなんで、もうジャンプさせたくないんですね本当はね、あのジャンプしてるシーンとかも撮りたいんですけど、ちょっとあんまり余裕がなくて、これもヒヤヒヤもんでしたけど、ね、こんな感じで外側にもう本当かかってるような状態なんで、これもまあちょっと大きめのバスバグで釣れました。ちょっと魚体に傷がありますけどね、まあ、こんな感じで結構楽しめた情報でした。ご視聴ありがとうございました。